利益率が低いこの2つの事業っていうのがちょっとしたことをするとすぐこう赤字に転落してしまうと、イオンの株価っていうのは今後どうなるのかっていうのを予想してみたいと思います。白坂慎太郎です。今回はイオン赤字539億円、株価は今後どうなるというテーマでやっていきたいと思います。で、今回は大きく3つのテーマでやっていきたいと思います。1番はイオンの全体像、2番はイオンの業績、短期長期の業績ですね。で、3番目はイオンの株価っていうのは今後どうなるのかというのを予想していきたいと思います。ではまず1番目、イオンの全体像ということなんですけれども、イオンはですね、大きく3つの柱で事業を行っているということですね。すなわちスーパー、総合スーパーでその他ということになります。で、スーパーと総合スーパーって何が違うのかということなんですけど、スーパーは食品ですよね。いわゆる肉とかお魚とか野菜とか、そういう、食料品関係のスーパーですね。それに対して総合スーパーというのは衣食住全部扱っている大きなスーパーですね。例えば過去20世紀のダイエーというのを、イオンは買収しましたけれども、ダイエーに代表されるような総合スーパーということになります。で、それ以外ですね、スーパー総合スーパー以外の金融不動産というのもやっているということですよね。で、イオンっていうのは比較的 M&A 合併買収に積極的な企業なので、この金融不動産とかっていうのは M&A でどんどん拡張してきていることになります。で、売上と利益に関して言うと、スーパーがですね、売上の 37% で利益率が 1% と。で、次の総合スーパーというのが売上の 33% で、こちらの方は利益がほとんど出ていないということですね。はい。そして、金融とか不動産その他っていうのが、残り売上 30% で、ここが一番利益率が高い 6% ということになっています。はい。それで、スーパー総合スーパー金融不動産で、事業を行っているのがイオンという、企業だということですね。はい。では、イオンの業績っていうのを短期と長期の両方で見ていきたいと思うんですけれども、まず短期ですね、3ヶ月決算です。2019年3月から5月の3、4、5の3ヶ月と、2020年の3、4、5の3ヶ月決算っていうのを並べています。はい。売上に関しては1.8兆円が 1.8 兆円ということで、昨年とほぼ同じ売上であったということですね。で、営業利益、本業において結局どれだけ利益が残りましたかということで、去年は277億だったんですが、今期に関して言うと125億円の赤字というふうになっています。はい。そして、当期純利益に関しては、昨年も実は43億の最終赤字という決算を計上しているんですけれども、今期に関しては539億の赤字ということになっているということですね。イオンという企業の今までずっと創業から今までの過去にずっと積み上げ続けてきている利益の積み立てですね。会計の用語で利益剰余金という言葉を使ってますけれども、その利益剰余金というのが5000億ぐらい、利益剰余金というのが5000億円ぐらいですので、今回の539億っていう、赤字ですね。539億っていう赤字に関して言えば、今までイオンが積み重ねてきた利益の約1割を減らしてしまったぐらいの数字であるということですね。ということで、結局ですね、本業のスーパー、総合スーパーっていうのがとにかく利益率が低いんですね。だから売上の規模っていうのは、1.8兆円、3ヶ月で 1.8 兆円とかっていうことでかなり大きな売上上げるんですけれども、利益率が低いこの2つの事業っていうのが中心になっているので、ちょっとしたことをするとすぐ赤字に転落してしまうと、そういう弱みみたいなのをイオンっていう企業は持っているということが言えると思います。はい。では今度は短期に続いて今度長期ですね。ちょっと8年ぐらいで見ていきたいと思うんですけれども、はい。イオンの長期の業績ということで、2012年から2020年までの8年間ですね。はい。そうした時に売上は 4.6 兆円が8年間で 8.6 兆円になっていますということで、8年で 1.8 倍まで売上は増えたということですね。繰り返しになるんですけど、イオンっていうのは M&A 積極的にやってるので、M&A をやればやるだけ、結局その企業が子会社化して、会計を連結していけば、売上っていうのは比較的大きくなりやすいんですね。はい。それに対して、利益、営業利益、本業における営業利益っていうのが、2012年は1932億だったわけですけれども、
2020年の2月期決算においては2150億ということで、1932億が2150億ということで 1.1 倍になっていると、まあ、本業の利益も金額としては増えていると、 1.1 倍に増えていますということですよね。まあ、1年に慣らしていくと 1% の複利成長のぐらいで成長してきているというのがイオンという企業であるということです。はい、それでは3番目ですね。イオンの株価っていうのは今後どうなるのかっていうのを予想してみたいと思います。株価っていうのは大きく、見るとこうなんかこう N っていう形で今、推移しているという感じですね。上がって下がってまた戻し始めているというような感じですね。でここは最高値で、ここは最安値で、ここは現在ということになります。で最高値に関しては3120円だったということです。ここに関しては3120円でしたと。で今度は、そこからぐーっと下がってしまうわけですけど、最安値に関しては585円まで下がったということですよね。だからもしここで買ってここで売るというようなことをしてしまっていた場合は、株価が 81% 下落しているということを一回こう、株価の推移では、辿っているということですね。で今この動画を話している現時点では2524円というところまで、まあ、戻ってきているということになります。はい、そうした時に、まあ、本業における営業利益、まあ、本業の実力ですね、それからイオンっていう企業の、まあ、成長性、この実力と成長性、まあ、こういったところを踏まえた上で、まあ、今後のイオンのですね、株価予想としてはですね、はい、2903円をイオンの株価予想というふうにしたいと思います。はい、今回の動画ですね、あなたも役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あなたのとても貴重な時間にて、この動画を最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。